皆さんこんにちは、ゆうやです。みずなです。今回はスクラッチで絵を描ける作品を作るぜ。なんだかワクワクしてきたわ。まずはここをクリックします。拡張機能？今回は絵を描きたいのでペンをクリックしましょう。おお。新しいブロックが出てきましたね。旗が押された時を用意します。ずっと繰り返したいのでずっとを用意します。もしマウスが押されたなら、あ、わかったわ。マウスが押されたらペンで書けるようにするのね。その通り、常にマウスのポインターへ行くようにしたいので。ペンを下ろすはペンで何か書ける状態で、ペンを上げるは何も書けない状態のことを指すよ。はい、では、実行してみます。おおすごい書けてるわ。でもなんか、猫やまらない。確かに。一旦止めます。小さくさせるか。大きさを半分にします。これでどうだ？旗をしたとき全部消えるようにしたら？そっか。これを使うとペンで書いたものが全部消えるぜ。まずは丸を書いてみます。いや、猫隠したら？そうしよう。表示っと。何書こう。そうだ。一体何書くの？それはできてからのお楽しみ。はい？違います。あ、もうわかっちゃった。あれですよあれ。わかるかな？はい、顔は完成しました。次に体を描きます。はい、完成。これ、ドラ、モン。正解です。やったー、嬉しくない。皆さんもこのようにペンで自由に描ける作品を作ってみてね。今回の動画はいかがでしたか？面白い参考になったと思ったら高評価、チャンネル登録をしてくれると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。